リチャード・ヒース・ヘンブリーは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、スパータンバーグ軍出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB のシンシナティレッツ所属。愛称は、ヒーター。サンフランシスコジャイアンツ時代2010年の MLB ドラフト5巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、7月3日に契約。契約後、 参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで12試合11.0インニングにリリーフ登板して3セーブ、防御率0.82、無視級、22奪三振を記録した。2011年はまず a 級3のゼジャイアンツでプレーし、26試合に登板して21セーブ、防御率0.73、ホイップ1.14、44奪三振を記録した。6月16日からは、 AQ リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし、そこでは28試合の登板で1勝1敗17、セーブ、防御率2.83、ホイップ1.15、34奪三振を記録した。2チームの合算では、54試合のリリーフ登板で1勝1敗38セーブ、防御率1.86、ホイップ1.14、78奪三振を記録した。2012年は、 AQ3 のゼとトリプル AQ フレズノグリズリーズでプレイ。AQ3 のゼでは5試合に登板しただけで、トリプル AQ フレズノでは39試合に登板、合算で44試合のリリーフ登板で1勝1敗15、セーブ、防御率4.19、ホイップ1.16、43奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。 2013年、マイナーでは、トリプル A 級フレズノでプレーし、54試合に、登板して1勝4敗31セーブ、防御率4.07、ホイップ1.27、63奪三振を記録した。9月に、メジャー昇格し、9月3日のサンディエゴパドレス戦で、メジャーデビューを果たした。デビュー戦では1点ビハインドの8回裏から登板し、1.0回を、 無安打無失点に脱三振に抑えた。この年、メジャーでは9試合7.2イニングに投げ、無失点に抑えた。2014年3月21日にマイナー降格となり、その後、トリプル A 級フレーズのでは41試合に登板して1勝3敗18、セーブ、防御率3.89、12脱三振を記録した。2014年7月26日、 ジェイク・ピービーとのトレードで、エドウィン・エス・コバーと共にボストン・レッドソックスへ移籍した。移籍後は6試合に、リリーフ登板して、防御率4.50、ホイップ1.60、6奪三振を記録した。2015年は22試合に登板して、メジャー初勝利を含む2勝を挙げた。なお、この年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスとトリブル A 級。 ポータケットレッドソックスでもプレーしているが、GCL では公式戦初先発登板をした。2016年はレッドソックスで38試合に、リリーフ登板して4勝1敗、防御率2.65、脱三振率8.3という成績を残した。2017年は62試合に登板して2勝3敗、14、ホールドを記録した。防御率3.63と、 ホイップ1.245はいずれも2015年以降ではワーストの数値だったが脱三振率は初の9.0以上をマークした。2018年はブルペンの一員として開幕を迎えた。67試合60回で4勝1敗、20ホールド、防御率4.10、76脱三振でシーズンを終えた。当初ポストシーズンのロスターに入っていなかったが、 スティーブン・ライトが怪我により出場ができなくなってしまったため急遽ポストシーズンに出場することになった。自身初のポストシーズンではワールドシリーズを含む4試合に登板して全試合無失点で優勝に貢献した。2019年は45試合で防御率3.86だった。2020年8月21日にニック・ピベッタ コナーシーボルドとのトレードでブランドン・ワークマンと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。オフの10月28日にマイナー契約となった後 FA となった。2021年2月5日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが3月20日に自由契約となった。その後、 3月22日に新種テキレッツとマイナー契約を結んだ。シーズン開幕後、4月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ピッチングの主体をなすのは150キロ台前半のフォーシームである。右打者に対して起用すると生きるとされ、2016年の対右打者打率は、201対左打者打率は、ありがとうございます。